はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ロケットコマンド様、ご支援とお手紙ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。秋にですね、っていうか、涼しくなったら、ですね、外国人実習制度、反対デモ、廃止デモを、池袋でやろうかな、思っております。不法滞在を許すなデモ、にしようかなって思ったんですけれども、ちょっとあまりにも漠然としておりますんでね、外国人実習制度廃止デモだったらば、あ、政府に向かって、要求してんだな、自民党に向かって要求してんだな、っていうことが明確でありますし、もちろんその目的はですね、不法滞在を増やさないため、年間数千人程度の規模で失踪者出しているそうであります、実習制度でね、今の不法滞在者が、24万人潜んでおる、地下に潜伏しておると、24万人っつったら全国の警察官の数とほぼ同数、全国の自衛官の数とほぼ同数、あと豊島区29万人ですけど、3万人は外国人で日本人は26万人ですから、それとも大体同じ24万人以下の市や区や町はいくらでもありますよね。実習制度続けてる限り、失踪者、大量失踪による不法滞在者潜伏、減りゃしねえから増える一方で、なもんで外国人実習制度廃止でも、日本人の賃金も上がんねえしね、外国から来た人間が安いのでいいですっつって働いてたら、あ、じゃあそれでいいかっつって、賃金上がんないですからね、涼しくなったらやろうと思っております。偽装難民を許さないぞ、不法滞在を許さないぞ、外国人実習制度廃止しろみたいなね、デモを企画しております。沖縄県辺野古地盤改良工事を許可しなかったことに国が是正を指示したのは違法、最高裁違います沖縄敗訴確定、デニー知事基地反対の思いは変わらない、思いとかね、すぐそういうのいいんだよね、思いとか、止まらないとか、工事を許可しなかったのは技術的にも法律的にも正しい、パヨってるね。これがパヨの精神的勝利ってやつなのかな。世論であります。デニー、まだまだ終わらない。最高裁の判断と違う法律的正しさって何、敗訴したなら正しくないのでは身も蓋もね。法を超越した琉球王にでもなったつもりか、どこの国の法律ですかね。前の知事が許可したから工事が始まったんじゃないか。デニーはもともと頭がおかしいから、デニー俺が法律だ、まだまだ基地反対は続けると宣言してますね。お仲間へのポーズでしょうね。最高裁で負けといて法律的に正しいって、言うのもないもんだって、言ってることがめちゃくちゃなんですけど、コロナ撃退ペンダントやエリア51の空気感買っちゃうバカパヨにはこの程度の教鞭で十分なんすかね。権威と権力が一体化しているパヨ界隈では、間違いを認め謝罪すると階級が落ちるそうなんですよね。っていうのはパヨ界は、俺は正しいだから俺の言うことを聞けというのが、なんていうのかな、システムルールなんで、俺間違ってましたって言うと従わないってことになりますから、パヨ界での階級が落ちるそうなんですよ。その階級を戻すのが大変なんで、めちゃくちゃ論理でも嘘でも謝らないっていうのが中国共産党と一緒であります。これをですね、共産党の無謬と呼びます。検索してみてください。で、一般人から呆れられ見放され、支持率が 2% ぐらいになっちゃうっていうサイクルなんですけれども、共産党はね、中国共産党は嘘とデマと暴力で、呆れられ見放されを力で押さえつけてんですけど、ネットで嘘とデマとめちゃくちゃ論理が即バレになって、パヨ界隈は衰退の一途ですね、日本における。ネットなかった数十年前はやりたい放題言いたい放題だったのにね、バレないから。最高裁で負けてるのに法律的に正しいはないよ。なんなんだそれって話なんですけど、バカじゃないのかな。デニーって
バカじゃないのかなって思いますけど、農水省幹部、中国の水産物全面禁輸は全くの想定外、ネット想定しとけば無能、中国がこんなバカとは想定外ってこと、っていう記事、昨日紹介しましたけれども、野村哲郎、哲夫って読むかもしれないな、農水大臣79歳、全く想定していなかった、驚いた、はいこいつでした。あーですね、大臣もあ全く想定外、世論です、想定が甘い、こいつやばい、想定外で逃げるのは原発事故からの伝統、中国とまともな取引なんかできないことを学んでくれよ、いい加減、これからは中国と取引しなければいい、制裁もできない腰抜けなんだから、いかんいかん言ってろ、無能大臣やめるべき、日本産の高級品を食わせるのはもったいない、全然情報収集してない人なのね、野村哲郎79歳は第二次岸田改造内閣から農水大臣、大臣としてはルーキーであります、初の大臣、年齢的にですね、あの次なさそうだから名誉職なのかな、最後の花道で大臣一回やりたいみたいな泣きついたんだが、名誉職で無能に大臣あげちゃダメだろ、どうせ岸田派とかなんでしょ、思うんですけど、珍しく最終学歴がですね、ラサール高校パヨール石井さんの先輩でした。79歳だと、あの時代的にもですね、高卒でも立派なもんだったかもしれないですね、中国が買ってる水産物は去年は871億円だそうで、パヨはこれをギャオギャオ騒いでんですけど、経済損失からか言ってね、そんなのね、あの日本人が年間800円ぐらい多めに魚買えば消費できちゃうんじゃねえの、大騒ぎすんだよな、14億の人民年間60円ぐらいしか買ってねえじゃねえか、仮にですね、あの日本の魚買えるの中国共産党員、上1億人だとしてもですね、800円ぐらいしか買ってねえじゃねえか、こんなもん無視でいいよ無視で、想定外で逃げるのは政治屋と役所の常套手段の一つであります、これ言っとけばですね、何聞かれても何分想定外のことでしたので、その後の説明を拒否れる、逃げれる、使いすぎるとですね、想定しとけよ、無能もうやめろ、って言われる欠点ありますけれども、79歳じゃな、情報収集なんか一切してないんじゃないかな、USB って何ですかって、タイプかもしれないですね、ギャオギャオ騒いでるのは汚染水って言い続けてる中国、北朝鮮、韓国野党、韓国メディア、日本共産党、社民、令和、立憲の一部、中核派、核丸派、総掛かり、日韓現代、ラサールなど、あとどこだっけ、どっかいましたっけ、世論です、真っ赤っか、共に民主党、東京新聞が処理汚染水って書いてた気がする、なんだ処理汚染水って、汚染水って書くとコミュニティノートが発動しちゃうんで、処理汚染水とかわけのわかんねえね、あの、言葉をひねぐり出して、ロシアが静かだよな、それどころじゃないのか、グリーンピースも汚染水って言ってる、なんだいつものメンバーじゃん、反日オールスターズ、ちゃんと記録しとこう、支持率増えすぎたから減らそうとしてるんかな、皮肉がきついな、放流阻止のため寄付詰まってるとこもあると、寄付募ってるって、完全に商売やってますね、コロナ撃退ペンダントやエリア51の空気感買っちゃうような非科学的な連中が募金しちゃうのかな、パヨあんなに頑張ったのに大騒ぎの甲斐もなく、築地市場は冷静、産経記事であります、福島の水変福島の魚偏見ない、処理水放出消費者ら受け止め冷静、東京築地、消費者も業者もいいものがあれば買うし扱う、科学的な態度を取ってるそうであります、世論よく見ると騒いでるのはテレビと共産党は中間だけなんだよね、補助金目当てで地元漁師も騒いでいる、騒いでる漁師は一人だけらしい、小野なんとかさんって人だけらしいです、テレビに出てくるのみんな小野なんとかさんだけなんだって、パヨたちだけ騒いでるよな、片っ端から検査されてるし、ある意味一番安心な魚、なるほど、肉でも魚でも野菜でも中国産韓国産と書いてあったら買わない、これ私も同じですわ、中国産韓国産は買わない、もう10年もやってますけど何が入ってるかわかんないしね、当事者の業者さん消費者さん冷静でよかった、テレビだけが情報源だとこうはいかず、踊らされる人も多かったでしょうね、ネットがあってよかった、1リッターあたり1億ベクレルのトリチウム水を生涯飲み続けても健康被害はないって結論出てるんですけど、
放出処理水がですね、リッターあたり10ベクレルを下回ったと東電が発表しておりました。なんか計測機器の加減、もう下回ってて反応しねえんだって、感度上げるとかいうモードはねえのかな。東電が発表。なおコロナ撃退ペンダント属エリア51空気管属には通じないみたいですね。これに対して中国共産党、日本側のデータは改ざんや隠蔽の常習犯である東京電力のものだ、なんか泥棒は他の人も泥棒に、嘘つきは他の人も嘘つきに見えるそうですね。当社っていうらしいんですけど、東映とかね、心理学で世論です。パヨ、あー聞こえない、一緒言ってる、パヨが独自調査で真っ黒結果を発表する。うだうらら、中国政府が福島沖で調査すりゃいいじゃん、自分とこがもっと汚いんだしてることを目立たなくさせるために騒いでんのか、かえって目立つような気がするけど、自然の海水より低濃度なんじゃ、IAEA の査察も嘘だっていうのか、中国で人民が踊らされて日本製品不買運動が始まってるそうであります。あと塩の買い占め、食塩の買い占めね。私は何年前から中国産をなるべく買わないようにしてますけれども、経済崩壊ですね、日本の高級品買えなくなってるだけじゃねえのかな。不買運動なんつってけどさ、中国が日本のものを買わなくなるってのは実は朗報なんですよね、日本にとっては。中国との商売で儲けてる企業ども、例えば伊藤忠伊藤忠がまあ代表だろうな。中国で商売して儲けに儲けてますからね。あそこ何がにつけてですね、日中疎遠、日中断交を妨害していくからね。日本端子太郎みたいな連中がね、日中断交のためには取引ゼロ希望、金のために尖閣諸島やら沖縄取られていては子孫に申し訳ないですよ。天下り先確保のためゾンビ大学を延命させたい文科省、留学生を 31.8 万人から40万人に増やせ政府に提言したそうであります。五流大学はマスゴミ退職者にとっても美味しい再就職先なんですよね、実は。なんか教授にですね、文化系の文系の教授になんか元 TBS とか元朝日新聞とかいっぱいいるからちょっと探してみてください。そんでテレビだけが情報源の情弱自民党議員が賛同しちゃって、じゃあ留学生増やすかな、いい人ぶりたいし俺も、いうのが目に見えています。世論、外国人には優しいんだね。岸田、留学生は国の宝、特定アジアからの留学生で持ってる底辺次第の、延命策だよ。この後に及んでまだ新中やんのか、ほとんどが中国人だぞ。底辺私立大に奨学金借りてまで行く意味ある？日本から外国に行く留学生も22万人から50万人に増やせって提言してんですけど、同時にね、28万人増やしたら日本の学校が潰れちゃうんでは？日本の学校、ゾンビ延命にはダメなんじゃって思うんですけど、まあそうまでしてですね、文科省は外国人学生の比率増やしたいのかな。さすがね、前川スケベがトップだったとこだな。去年生まれた子76万人ですよ。7割が、まあ大学行くとして50万人。4学年だと200万人。で、留学生が40万人ってことは、校内で留学生が徒党組んで日本人学生を襲撃する未来が見えるんですけど、あとは大学によっては外国人ばっかで日本人が少数派の学校も出てくるはずだよな。九州の方にそういう高校あるんだって。中国人ばっかで日本人が少数派、留学生がいなければ立ち行かない学校はですね、本来潰れてないといけないゾンビ学校ですよね。これ昔から言ってますけど、私自由主義経済においてはですね、高くてまずいラーメン屋がいつまでも延命してて、居座ってんのは消費者にとっては有害だ、いう話。こういう学校が、まあ、高くてまずいラーメン屋のような学校が潰れないっていう延命によって、これは有害ですよ、健全な経済にとって。なんでこれを税金で延命するのか。文科省はですね、マスゴミの就職して、大学の数が必要だから大卒じゃないと、で風評加害してるんじゃないのかな。これテレビと新聞が必死にですね、学歴、を、なんていうのかな、大卒じゃないと人じゃないみたいな、結婚もできないみたいな、一生懸命そういう噂流してんじゃないのかな。多くの人が言ってますけど、今後ますますね、学歴の価値が
少なくなるって、減少するって。それはですね、昔はですね、まあまあ、秀才だったら、東大法学部に行って、官僚になって、まあ、大蔵省だの、厚生省だのの、トップになって、みたいな出世コース、もしくは大企業に、入って、みたいな、部長になって、そういうのしかなかった。つまり、学校の成績しか測る尺度がなかったんですけれども、今はネットのおかげでですね、いろんな、その人間のスキル、勉強以外の、テストで点取る以外の、いろんな人間のスキルが売れるようになった。これね、私の日本は超答え出るって本なんですけど、これの表紙のイラストを描いてくれた人、私はネットで見つけたんですよ。ココナラっていう、いろんなスキルを売ってるサイトでですね、この人の絵いいな、つってお願いして書いてもらった、ものであります。つまり、学校のテストの成績だけが、金になるものではなくなった。ネットのおかげで。YouTuber なんていう、職業の人もそうですよね。中卒でもですね、地頭いい子だったら営業職とかいけんじゃないの？交渉とかにそんな、大学行ってなんて学歴必要なのかっていう話、16歳からですね、なんかを一筋に研究させたらいいとこ行くんじゃないの？例えば知り合いでクレハ科学でクレラップの研究してる人いますけれども、16歳からやらしたらこれはすごいことなんじゃないよ。脳みそ柔らかいうちにからプログラミングとかさした方が、ゲームとか作らした方がいいんじゃないか。なんて、私最近、6年、の10位の大学行っておいて、なんですけど、私は今、底辺大学の存在価値に疑問持ってます。中卒でいきなり、働き出したら、なんかいい線行くんじゃねえか、みたいな。7年、人より先に始められるわけで、そのね、例えばですけど、文章力。大学で卒論書くとかさ、そういうので文章力って鍛えられたりするんですけど、文系は特にね、それね、7年早く中卒から始めてたら抜けるんじゃないのかなって、実際の仕事力大卒よりもつくんじゃないのかなって、思っておるんですけどね。高卒だってね、農水大臣になれるんだからさ、その79歳ラサール、なんつったっけ、なんとか農水大臣ね、というようなことをチラチラ私は考えております。というわけで、涼しくなったら外国人実習制度廃止でもやりますんで、その時は告知しますので、よろしくご参集ください。お願いします。デトックスジャパン。